ターゲットロック。ルンルンルン、リックドリックド、漫画描き締め切りサボってもう3日まだ3日。ダメよダメダメ、いくらイルパラッツォ様のご命令でも殺人だけは絶対ダメ。漫画家が落ちんだら悲しむ。ははー、この期に及んで何を悩めんが。イルパラッツォ様の世界では漫画家など粛清されちまうのさ。やったれやったれ。ナンバユーチョル、人の命は地球より重かったや。こらイルパラッツォ様のご命令も地球よりも重いね。ノー、私の心が行ったり来たり悩む。正義良いのです。えっちゃん、さあ正しい道をずいっと進むな。ずいっとな。はにゃ、じゃあということで。お、あ、いやいや、これはお、だからですから、それぞれがこれこれでって何やってんですか。あたごあ、いやいや、強盗などではありませんって。やめてやめて。安心してください、あなたを抹殺しに来ただけですから。あの、そう、イルパラッツォ様の命によりあなたを、あなたを、あなたを、ごめんなさい、ごめんなさい。野良犬に噛まれたと思って死んでください。まあ結構しぶとい目で。うやっ。イルパラッツォ様、やりましたったら、イルパラッツォ様、本日の任務終了。 With love。 お、 With？ こいつどんな漫画描いてたのかにゃって、うわっ、これはエクセル、エクセル、原作者を殺してはいけません。申し訳ねっす。いけませんよね、やっぱ。さあ、大いなる力で話をまともに戻します。はーい。どうすれば。何を迷っているですか。助けに行くのです。でも、もしかして私までいたということになったら、誰がイルパラッツォ様にお仕えするの。あんたの代わりなんていくらでもいるです。あ、うん、良いエクセル、お前を悪いエクセル殺害の容疑で逮捕する。じゃあそういうことで、あとよろしく。どうしろっちゅうの。